あのね、終わるわけにいかないんですよ。ね、まだ育成止まってます。今引かなきゃいけないんです。私は今アザールかデヘアを、そしてクリスティアーノ・ロナウド。クリスティアーノ・ロナウドはでもまあちょっとあれですけど、まあ、アザールとデヘアです。私が欲しいのはそこです。お願いします、神様。私は今日も引きます、ガチャを。そうだ、前回タウンにはやってあるんですけど、重いな、今日もクラブハウス重いな。クラブハウスの方にこれを設置しておこう。2万かかるけどな。で、ちゃんとミッションデイリーの方も受け取っておいてからガチャ回そう。だからこのシュンさんのガチャ前回引いたんで、今回高原さんのガチャいきます。マジでそろそろ10連で星5出ていいと思うんですよ。やっぱりあのなんかあれですか、確率アップじゃないと私は出ないとかそういうあれですか。まあ確率は下がってますけど、いっちゃえ。よっこら小之助、これ来たでしょ。フィジカル丸だ。まずはお、いきなり星を、アンドレ・ゴメス。いきなり星4はいいですよ。しかも星3チックな感じから、あの星4出てましたから今。そういう日です今日は。小林優、え、嬉しい。持ってないよね多分。ガッピアディーニ、ガッピアディーニ似てねー。いやいや、音楽変わるって、せめてテクニカルドリブラー3は分かったけど、キシュナ肘でいく、頼む、赤枠ヤンセンヤンセン、いやマジで最初のだけが欲しいよ。ベンデケ見ないでいこう。音楽が変わったら星4だから、てっ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 てだったら星5いきます。変わんねえんだよな音楽、印も一切ない。星4なんかい。ブルーノ・フェルナンデス、え、もう終わりじゃね、ひょっとすると。アブデヌル、うわ終わりくさい。これでストライカー4、これはモラタ、はい、知ってるって。だからストライカーの星4はモラタやん。ラストだなこれ、ラストくさいな。星の音を聞き分けていこう。4、モンレアル、アンドレ・ゴメスと小林優、キシュナ、高原さんをもらおう。ありがとうございます。